はい、どうもジョン・スミスと申します。今回はドラム初心者なら絶対に覚えたいダウンビートについて少し喋っていこうと思います。まあ、頭打ちとも言ったりするんですけども、これこういうやつ、こういうスネアがパンパンずっとやってるやつですわね。これはあの4つの基本のビート、8ビート、2ビート、16ビート、裏打ちには入ってこないんですけども、それはそれとして結構いろんなところで出てくるビートなので、ぜひ覚えたいよねっていう。ただこの、まあ、そもそもドラム始めた方の中にはダウンビートって初めて知った、こうなんか聞いたことあるけどやり方わからんであったりとか、どうも苦手っていう、この手と足を交互にするところでどうしても絡まって手と足がごちゃになってもつれるっていった、そういった苦手意識を抱えていらっしゃる方結構いるんですね。で、今回はそういった方々へ向けてダウンビートこういう風にすれば綺麗にできるようになるよっていう話をしていこうと思いますんで、で今回の動画見ていただければね、ダウンビート綺麗にできるようになって、こういろんな、まあ、できる曲が増える、対応できるものが増えるっていったさまざまなメリットがありますんで、ぜひご覧いただければ幸いです。ではまず動画前半でダウンビートでそもそもどういうことやってんのっていう話と、まあ、どういうところでよく使われるのっていう話をさらっと喋った上で、動画後半こうダウンビートが苦手な時の解決方法、どうすればうまくできるのかについて話していこうと思います。ではまず最初にダウンビートなんやねんって話をしていこうと思います。こういうやつです。まあ、動画冒頭でもやりましたけども、だいたいこういうやつ、こういうやつでございます。1、2、3、4、1、2、3、4、まあ、これがダウンビートの基本形と言っていいかなって感じでございます。こう1、2、3、4、全部表でこう両手、ハイハット、まあ、右手とスネア、左手を鳴らしつつ、その間に1、2、3、4、うん、まあ、ここで言うとこう3と4の間、1、2、3、4、で足を入れている、うん、っていう感じでございます。だから手が交互に来る、手と足か、うん、手や手足が交互に来るっていうのが一般的でございます。まあその場合ね、応じて状況に応じてこう全部同時に鳴らすこともあるんですけど、うん、同時に鳴らすこともあるんですけども、まあ基本的にはこのダウンビートというのは手足が交互に来ることでなされている、構成されている、そういうビートでございます。ダウンビートどういうとこでよく使われんねんっていうと、結構アップテンポな曲で使われることが多いです。例えばダウンビートでだんだん盛り上げていって、そこから激しい2ビートやるとかね、こうみたいな感じでこう2ビートでザーって突き抜けていくみたいなこともあるし、まあここまで速いテンポじゃなくてもこうゆっくりめのポップな感じの、うん、みたいな感じので使われたりすることでも結構ありますね。 J-POP でもこういうサビでダウンビートやってるみたいな、ね、結構あったりするので、まあいろんな場所で出てきますので、なるべく覚えたいよねっていう、そういう話でございます。反対になんか静かな曲調ではあんまり見かけない、まあゼロじゃないと思うんだけども、こう静かな、あんまり聞かないな。まあフィルインとして使ったりすることはあるだろうけども、それをダウンビートをメインとした静かな曲調っていうのはまあ馴染みはないので、まあなるべくアップテンポなところで使うんだなくらいのことを覚えておいていただければ幸いです。まあダウンビートについて最低限知っておくべきことはもうこの2つぐらいでございます。手足が交互に来るっていうのと、もうアップテンポな感じで使われるっていう、この2つだけ覚えておいていただければ幸いです。ではこの後動画後半で具体的に、じゃあこのダウンビートどうやってすれば綺麗に演奏できるのかってところを話していこうと思います。ではここから動画後半、具体的にダウンビートをうまくやるにはどうすればいいかってところを話していきます。ダウンビートが崩れてしまう大きな要因っていうのは足なんですよ。よくある要因は足、うん、まあ、手はこう1、2、3、4ってやるだけやからいいんですけども、ここに足を入れる、しかも手の後に来る、まあ、手と交互に来るっていうのがちょっと厄介なポイントなんですよね。普段やってる4つのビートっていうのは、例えば8ビートやったらなんかこう右手と右足交互なことが多いじゃないですか。まあたまにそうじゃないのもあるけど、うん、あったりしますけども、こうただ2ビートとかやったらあるけども、基本は右手右足が同時やったりするから、まあそれなりに足も動かせるんだけども、このフレーズダウンビート頭打ちに関しては交互やんっていうやったことないぞっていう方もいらっしゃると思います。ドラム初めて間もない方だったりすると、うん、っていうのが結構難しいポイント、ここがつまずくポイントで、なのでこう、ああなんか手 1、2、3、4 でやればいいんだなって、足を入れればいいんだなくらいの感覚で始めると、なんかこう
んみたいな なんか足に手がつられてしまったりとか手足が同時に来てしまってなんか思うようなフレーズできひんなみたいなことが結構あったりするんですね。なのでうまくいかない原因のほとんどはこいつ足でございます。9割以上はこいつでございます。なのでこの足のタイミング、足をきれいに入れられるようになりましょうっていうのがこのダウンビートをきれいにするために必要な課題でございます。ここがうまくいけばねダウンビートきれいにできるようになりますんで、もうぜひ時間かけてゆっくりと練習していただければと思います。具体的にどこに注意すればいいのかっていうのを今ここから重要ポイント話すんですけども、これ注意して聞いてくださいね。この足を動かすにあたって重要なポイントは実際に踏むタイミングではなく足を上げるタイミング、これなんですよ。この足の準備するタイミングがこのバスラムのタイミングを決めていて、引いてはそれがダウンビートの綺麗さ、全体の精度綺麗さにつながるんですね。これ重要ポイントなので覚えておいてください。足を実際に踏むタイミングじゃなくてその準備のタイミングが重要、これ覚えておいてください。というのもペダルを踏んでバスラムを鳴らすという行為にはいくつかのステップがあるんですね。細分化していくと、分解していくといくつかステップがあって、まず1つ目、1ステップ目、これもう通常の状態、構えている状態でございますよね。あ、ヒールアップ前提です。かかと上げてる前提の話すんですけども、まずこれが第1ステップで、次第2ステップ、かかと上げるんですよ。かかと上げて、これが第2ステップで、第3ステップ、まあ、かかとというか足ですけど、で第3ステップでこう踏む、で第4ステップでまたこのかかとの位置が元に戻る、で1に戻るみたいな感じ、1、2、3、4、1、あみたいな感じ1、2、3、4、1、2、3、4、これを連続でやるみたいな感じで、この1、2、3、4のループをずっと繰り返すと綺麗にバスラム踏めるよねっていうのが、まあ、大体そんな感じのなんですけども、であるがゆえに、そう重要なのはこの1、2、3、4の2の部分なんですよ。こいつがとタイミングがずれているとこの3も綺麗にうまくいかないんですね。例えばじゃあダウンビートでやってみましょう。1、2、3、4ってやったとした時に、じゃあ3と4の間に入れよう。1、2、3、3、んのんのところで入れたいわけですよね。でした時にこの1、2、3、んこのんの時点でさっきの1、2、3、4の1から始まってると遅いわけですよ。なぜなら1から3には飛べないので3というこのバスラムを踏むというステップに到達するにはまず1の後2をかます必要があるわけですね。2のこのかかと足を上げるというターンが必要なわけですけども、こいつ準備してないからステップ2で足を上げるという準備をしてないから1、2、3、あよっこいせ足上げてドン、まあそら遅れるわなっていうまあ理屈で考えるとそういう話なんですよ。なので1、2、3のこの3の時点でステップ2をやっておきたいわけですね。ですると1、2、3、でちゃんと3のんのところでちゃんと踏めるようになるわけですね。1、2、3、4みたいな感じ。まずはもう単発だけでやってみてください。1、2、3、4、1、2、3、4、最初は動き、足の動きぎこちなくてもいいです。ここで重要なのは足のタイミングをつかむことであって、その足をきれいに動かすとか大音量でバスラムを鳴らすとかそういうことではないので、タイミングを意識してこうちょっと足が固まってしまうとか力入るとか別にいいです。タイミングさえつかめれば後でどうとでもなるので、そのなのでとにかく1、2、3、4っていうのをやっていただければいいかなと思います。まあおすすめは1、2、3、3のところでかかとを上げる、足を上げるっていうのがおすすめですけど、まあ人によってはちょっとその足を上げるタイミングもうちょっと早い方がいいな遅い方がいいなとかあるかもしれないので、まあそこは適宜いい感じにやっていただければと思います。ただ注意点はこれ今遅いテンポやから別にその3の時点で足上げなくてもまあ間に合うんですけども、これ早くなってくるとマジで間に合わなくなるんですよ、ほんまにこれこんぐらいのみたいなぐらいの速いテンポになってくると、まあ足を上げるタイミングっていうところを意識しないと綺麗に噛み合わなくなってきて、で手足がもつれてでおにゃーみたいな感じになってしまうので、足を上げるタイミングすごい大事だよというそういうお話でございましたので、ぜひこの足を上げるタイミングに注意して練習していただければ幸いです。これダウンビートだけじゃなくて8ビートとかもそんなんで、ぜひいろんなビートを、あてか足を踏むときはもう常に意識していただければと思います。はい、まとめです。ドラム初心者の方はやっぱその、しゃあないんですけども、手の方に意識が向いちゃって足にどうしても意識が向かない、ましてやその足を上げるタイミングにまで意識が向かないっていうのがほとんどです。まあそれはしゃあないことなんですし、そもそも足を上げるタイミングがどうのこうのみたいなことは知らないと発想が出てこないので、まあそれはしゃあないことなんですけども、今回の動画でそれを知っていただいたと思うので、知っていたはずなので覚えていただいたと信じておりますので、で、まあ次からはダウンビートを練習するにしても、普通の8ビート、2ビート、その他いろいろ練習するにしても、足を動
動かすときはその足を上げるタイミングが重要なんだな、足を上げるタイミングがずれてしまうとその実際にバスドラムがドンってなるタイミングもずれてしまうんだなということを覚えておいていただければ幸いです。でそれを知った上でダウンビートとか練習していただければ綺麗にねビートできるようになって、こういろんな曲をうまく演奏できるようになりますんで、ぜひ参考にしていただければ幸いですという話でした。まあ本日はそんなところかな。こんな感じで私のチャンネルでは普段ドラムの練習について情報発信しておりますんで、よければチャンネル登録高評価ボタンなどよろしくお願いいたしますという感じでした。本日はそんなところで、以上ジョン・スミスでした。余談ですけど、慣れてきたら片足ダブルを入れてみるともいいと思います。このタッタタみたいな感じで入れるでもいいし、2バス2ペダルやってる人はね、もう片足ダブルじゃなくて両足でやってもいいし、みたいな感じでやってもいいし、両足3連打を入れてもいいし、みたいな感じでね、両足3連打を入れるっていうのもまあいいと思いますので、結構重めのダウンビートができますんで、ぜひやってほしいなと思います。